ホーム、演習芝本駅は、静岡県浜松市浜北区大路にある、演習鉄道鉄道線の駅である。駅番号は16。駅名には、円州を関するが、各種表示や、車内放送では省略し、芝本駅と案内されている。島式ホーム1面2線の地上駅。駅舎はあるが、終日無人駅である。昼間は、列車交換が行われる。 開業時の地名は、浜名郡、赤助村大技愚だったため、仮駅名は、愚駅であったが、当時はこの周辺が、芝本郷の地名で知られていたため、芝本駅と命名された。芝本は、元は、芝本という地名で、この地域で最も早く開拓された土地の一つである。この際、集落の最初の開拓者を指す、芝切りが、芝本に転化し、これが、 現在の芝盆の語源になっているとされる。この他、当地は芝はじめ巫女ゆかりの地でもあるため、芝はじめが芝盆に転化したという説もある。2019年度の乗車人員は257,987人、降車人員は257,276人である。1980年度以降の乗車人員及び、降車人員は次の表の通りである。 駅東側には浜松市によりロータリーが整備されている。浜松市が運営する浜北コミュニティバスが芝本駅バス停を設置しており、以下の路線を引き土曜日のみ運行している。ありがとうございます。